DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てて。お疲れ様です。お疲れ様です。本日もなにわのドンファンさんに来ていただきました。よろしくお願いいたしま す。世界の闇の話をいろいろと教えていただきましてありがとうございます今日もまた闇のお話を聞かせて願えればと思います麻薬のお話なんかも、まあ、今朝の方がね、はい、詳しいと思うんですけど今朝麻薬のバイバイはしてないんですけど南米からアメリカルートだと、うん、ペルーで作るらしいんですよね、基本的にはペルーで、うん、気候とかなんかそういうのもあるみたいで、うん、あのコカの葉って、はい、結構南米はもともとあったんで、はい、それを精製するのをそっちでもするし、うん、あとそれをコロンビア持っていくんですよね、うん、山行ったらあの製造ラボラトリオですかね、うん、ラボでバーッと作って飛行機とか今やったら潜水艦とか、うん、陸路でも潜水艦も使うんですか。森の中で作ってるらしいんですよ、はい、もう沈んでなくなるとかもうそんな稚拙なレベルですよ、うん、自分で作るらしいんですよね。あのエンジニア取ったりして、うん、でブエナベントゥーラっていう港と南米大陸があって、こっちの港がブエナベントゥーラなんです、うん、これまたカルテルが支配してるんですよね、うん、こっちがカルタヘナなんですよね。自分カルタヘナ行ったことあるんですけど、うん、両方から行くらしいですよ。やっぱリスク分散するみたいで、うん、ジャングルからこう運んでこう行って、でメキシコとかアメリカに着いたら爆破してそのまま捨てるらしいんですよね、うん最初は飛行機で運んだんですよね。映画のジョニー・デップのブローっていう映画があるんですけど、あとバリー・シールズとかも映画もなってるんですよね。トム・クルーズがやってた。でキューバの途中の島買ったりとか、カストロとかいるじゃん、キューバの、あいつに金渡してキューバ経由地にしてガソリンとかいるらしいんですよ。そっからマイアミ運んだりとか、ニューヨーク運んだりとか。カーロス・レーデルってやつが島買ってたんですよね。検索者出てくるんで、カーロス・レーデルとジョニー・デップのブローという映画のモデルやったやつが仲良くて、同じ刑務所であったらしいんですよ、うん、アメリカの仲良くなって、そこからブワーって広がったらしいんですよ、うん、何兆円産業になってるんで、ね、今バリー・シールズももともとただのね飛行機のパイロットだったね、エアラインのCIA にスカウトされて辞めたのかな、まあ、なんか映画しか見てないですけど、 CIA にスカウトされてパブロ・エスコバルとそいつ直接やってたん で麻薬積んで下ろして運び屋、そうですね、武器と麻薬の運び屋、ナルコスにも出てるしバリー・シューズも出てるし、でメデジンっていうね、メデジンカルテルが発祥なんですよ。でコロンビアなんで、コロンビアが中堅地点で立地条件がすごい良かったみたいですわ。あとみんな賄賂聞くし、うん、その2年前に自分がコロンビア遊びに行った時に、はい、元メデジンカルテルで19歳から殺し屋やっとったんですかね警官も3人殺してるんですよ。警官のランクによって賞金があったみたいで、うん、警官を殺せってパブロ・エスコバルがね、 こっちの人ね、警官と抗争やっとったん で殺しまくって、あ、こいつなんですけどね、こいつが殺し屋やってて生き残って結局 DA に捕まっちゃって、でマイアミの刑務所おったらしいんですよね。マイアミの刑務所に15年いて最近出てきたんですよ。2016年か5年ぐらいに強制送還されるじゃないですか、絶対ね。強制送還されて今メデジンの街でパブロ・エスコバルツアーってやってるんですよ自分もね2010年も行ったことあって、9年ぶりにこの前行って、2019年かな、コロナの前に行って、パブロ・エスコバル・ツアーってあるらしいぞってホテルの人に聞いて、おほんならちょっとガイド呼んでくれや、はい、って呼んでくれたんですよ、うん、えらいトップやつ来たな思って、もう入れ墨だらけでね、うん、悪さやなぁ俺は元メデジンカルテルの殺し屋やったほんまかっつって最初100ドル言われて、それ聞く前に、うん、高いなっつったら、まあ別に100ドルでいいんですけどね、
いや元メディジンカルテルで殺し屋で15年刑務所って最近帰ってきたって言ったらすぐ払って面白そうやからどんなツアーなんですかそれ。パブロ・エスコブルがいたバズカホで撃たれたマンションとか、今それちょっと取り壊しになっちゃったんですけど、ここ跡地やとか、あとバリオ・エスコバルとかあるんですよ。バリオっていうのはこうスペイン語で地域っていうんですかね。パブロが5000個ぐらい家あげたとことかね、パブロの町があるんですよ。国何もしてくれないんで、パブロがこうお金あげてサッカースタジアムとか家とか5000個ぐらいあげるからね、作ってあげたりとか、そういうとこ回ったりとか、あとパブロが作った刑務所ってあるんですよ。自分で作るんですか。それがね、流れがもうナルコスに出てるんですけど、自分その端的にはしてたんですよ全部。検索して出てくるじゃないですか。でナルコスで全部繋がったのが、自分で作った刑務所にあいつおったんですよ。自分で入るためです。それなんでか分かります？意味が分からないでしょ。守られるためなんですか。なんでこいつ自分で作って自分で入んのかなと思ってたら、裁判所爆破したりとか、日本でいう警視庁を爆破したりとか、爆弾テロすごくやってて、国全体が疲れてたんですよ、パブロに相手に。なんでそんなしてたか言ったら、さっき言ったそのアメリカ引き渡し条約ですよね。コロンビアで悪いことしたらアメリカの刑務所入れられちゃうの。それが嫌でもう絶対やめろっつってやってたんですよ、その爆破テロをね。ほんでもうニッチもサッチもお互いかようになってくるんですよ途中で。爆破テロしても政府は言うこと聞かないから、今度は大臣の娘とかね、家族全員誘拐しだしたんですよこれ有名なんですよね。ほんならトップが大統領に文句言いに行くじゃないですか。もう早言うこと聞いたらやってもうそんな話ですよね。引き渡し条約やめろっつってやめたんですよ。お前このままじゃすまんからっつって交渉して、弁護士通じて本人隠れたんですよ。ずっとどっか逃げてるんで、どこで手打ちすんねんみたいな感じですよね。じゃあ俺刑務所作るからそこ入るわって言ったんです。それで刑務所作ってそこに入ったんですでそれ見に行ったんですよ。自分の部屋が超立派とかね。いやいや、すべてが立派です。刑務所じゃねえんですか。いやいや、もう女呼んでええもん運んで、もうで半径 何キロにはもう警察も軍隊も入れないと、そういう調停結んで、そこ入って、あれ名前なんだか、ラ・カテドラルやったから、なんか山道なんですよ。自分行ったんで、メデジンの町から 2,3 時間、元殺し屋の、ね、やつと一緒に行ったんですよ。こう穴とかあって、この穴何なんつったら、いやここに現金隠しとったとかね大体穴掘って隠すんで、ここがパブロの書斎とかね、入れないんですけど、こう隙間からこう見れるんですよ。他の囚人も入るんですかそこには。あ、入らないです。もうそのパブロ専用の、パブロ専用で、あと全部自分の部下が入れてますよ。でサッカー場とかギャンブルするとことか全部あるんですよ、刑務所の中に。刑務所というか、なんか分からないですよねめちゃくちゃ面白かったですね、パブロ・エスコバルツアー。それで100ドルめっちゃ安くないですか。安い、1人100ドルぐらいか、200ドルか忘れたんですけど、今高くなってるかもしれないですね、あいつ金欲しいから今映画になってますしね、その刑務所今どうなってると思います。いや全然わかんないです。教官になってるんですよ面白いですよねこれ下いっぱい死んでるん、埋まってるんちゃうんって聞いたんですよ、おるって泣きそうな顔出てました、あいつ、拉致してそこで殺したりするらしいですよ、教会なのに。いや今はな、今はそれを収めるために教会だったんでしょうけどまあパブロのそいつ部下やったんで、直属の部下やったらしいです。刑務所の中でずっともう絶えず、じゃあもう殺しだったりとか、まあ、連れてきて変わらなくやっぱ裏金パクったりするやつもおるんで、そいつ殺したりしてたみたいですよ。やってる悪事は全然じゃあ変わらなかったんですよ、ずっと。いやもう一緒ですよ、そっから指示して金動かして、ちょっと信じられない、まあ、そっからまたいろいろあるんですけど、そのいろいろ教えてください。まあナルコス見た方が早いです皆さんもちゃんと見てくださいっていうところですね。で結局最後は、はい、あの、うん、DA にね、そうですね、あとコロンビア国軍とかに、バン殺されて、ビバコロンビアってみんなわーって喜んでて、桜高しギャングスター、昔と命は一瞬、
くりめくって今は善な気分浸透メイキャップ欲望捨てたら揃った好奇心そう過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサグライブ俺は俺の今を咲かせて散るだけだ